こんにちは、ひろきです、ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、前回申し上げた、ピアノのアレンジについて、やっていきたいと思います。はい。ここは G ですね。はい。なんでこれは、はい。で、次が3と4。3は、3は、あれ？違う違う。あ、G で合ってる。違う。で、ここが C4、C4。はい、C4。3が C4。なんでこれが。はい、こんな感じですね。あ、違う違う違う。あ、いいね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 。3が C4。次、4。なんか、あれみたいですね。歯医者さんみたいですね。違う。A3？ あ、違う。こっちだ。B3。4は B3。4は B3。4は B3。はい。4は B3。5。5は F。F3。5は F3。5は F3。はい。次、6。6は G3。 はい、6は G3。 い、次6で7。7は A3。 はい、7は A3。 次、8。8は A3。 はい、8も A3。 こんな感じですね。こんな感じですね。はい。次、9。D3。9。D3。はい、こんな感じですね。次、10。10は全部 G3。 10は全部 G3。 はい、次、11は C4。 11は C4。 はい、次、12。
なんでこれアレンジが違うんだろうな。あ、コードが違うからか。あ、なるほどね。わかったわかった。11は C4。こっちの11は、あれ？ちょっと待って、ちょっと待って。11で合ってる？ C4。いや、やったじゃん、さっき。やったじゃん。次、12。12。B3。12。B3。B3。はい、次、13。F。13は F。F3。次。14。G3、14、G3。い、次、15。A3。A3。次、16。16は、はい、同じく A3。16も A3。あれ？ちょっと待って、16でしょ？ 16A3、 16A3、 16A3 で、ここに A がある。よし、 OK。 次、17、 D3、 17D3。 はい、次、18。18G。 次、19。19は F のはず。F3。はい、F3。19、F3。 次、A メロいきましょう。23。E3。 23。 E3。 次、24。 G3。 24G3。
次、25。C3、25。25、C3。大丈夫。はい、次26。ん？ちょっと待ってよ。ここは？25は？あ、オッケーオッケーオッケー。じゃ次26。はい。26は F3。26は F3。はい、次27は D3。 27は D3。 よし、次28は G3。 28はG3。 はい、次29。E3。 29は E3。 E3。次30も E3。 次31、C3、 31、C3。ここだったんだな。多分 F だったからね。はい。はい。次32。F。32。F。次33。A2。 33、A2。 次34。D3。 34、D3。D3。 はい、次35。G2。 35、G2。次36。 E3。 36、 E3。 E3。 はい、次37。D3。 え、次、最後38。
G3。 はい、できました。じゃあ一回聞いてみましょう。こんな感じです。これで A サビ、 A サビの曲になりました。いやー面白いですね。はい、この曲面白くなりますね。はい、しかも A メロが複雑っていう、はい、なかなか歌い手にとっては覚えにくいんじゃないでしょうか。はい、ということで今回の配信は以上になります。また次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。